はい、こんにちは、ビッグボーイです。デッドライジング3、追加ストーリー、知られざる物語エピソード3、続きやっていきたいと思います。では、バイカーの仲間に裏切られたので、そいつを、打ちのめしてやると。で、そういうまあ、いろいろ準備とかをするために、まずバイクを、集めてほしいと。と、バイクは、この辺に1台あったんだけど、それ、前回使っちゃったしな。どっかにバイクはないかな。とりあえず車に乗ってちょっと探そう。痛い。オートバイ2台とスポーツバイク。あ、なんかまずあった。そこに。おー、行き過ぎ。これ。さあ、届けてあげる。痛い。まあ、なラグビーの強いゾンビもいるな。はい、まず1台。信号とか。さあ、あとは。スポーツバイク。ただオートバイあと1つ。こっちの方にはない。あれスポーツバイクかな。ノイエ、こいつ。待て、なんか食材投げちゃったな。まあ、いっか。はい、バイクだよ、トーキー。さあ、あとはオートバイ、もう一つだっけな。これはスポーツバイク。あ、オートバイじゃないか。オートバイあった。さあ、これも回収。さあ、この周辺結構重たいな。はい、オートバイ。あとはセントラルストレージにあるわしの自慢の種が必要だ。お前取ってきてくれ。お使いばっかだな。You go and get it while I get started. It's one of a line of special customs. スペシャルカスタムバイクだ。すぐにわかる。あれがないと作れんから取ってきてくれ。まず移動用のバイクを作るってことなのかな、これは。めっちゃあるな。あ、サイドミッションか。サイドミッションはちょっと今回は置いといて。ここか。これは下かな？上かな？なんか乗り物。よっ。これで行こう。じゃあちょっと、あそこまで向かおう。セントラルシティストレージ。下っぽいな。うわあ。よし。お普通に降りてくればよかったな。あれ、待って、バイカーいるな。バイカーいるけど、普通に開けちゃう。バイカーお覚悟。危ない。あ、なんか鍵落とした。危ない。熱い。
火ばっか投げてきやがる。危ない。鍵全部落とすな。これオッケー、鍵めっちゃ落としてくれた。あ、指輪か、鍵じゃなくてパールはいらない。これも指輪、こいつも指輪。んで、ここに入ってる。おお、かっこいい、かっこいいけど、なんかペイントいろいろ取れてないか。これはトーキーのバイク。トーキーに送る。ちょっとなんでそこで引っかかるか。トーキーのバイクも貴重だからちゃんと送んないと。なんか落ちてた。じゃあトーキーのところへ。はい、トーキーのバイク持ってきました。全部揃った。ちょっと時間をくれ、また後で来てくれ。さあ、また探索の時間がくれた。さて、どうしようか。どうしようかな。マップ見て、サブのオートバイを集めるのが結構あるから、オートバイ取りに行こうかな。じゃあまずそこのオートバイ取りに行こう。ドライジングもね、あのメインミッションベストエンディングはまだ取ってないので、ベストエンディングどころかな、あの去年にあのエンディング C を取っちゃったので、このエピソード3とエピソード4が全部終わったら、ちょっとストーリーもう一回やろうかなと。最後の方だけ、もうレベルもだいぶ上がってるので、敵との戦闘もあまり苦ではないので。さあ、これをそこに持ってって、あとまあここの周辺に面白いおもちゃ屋さんもまだあったらしくて、あのそこに、あれ、ここのバイクはここでいいのかな。中に入れればいいのかな。 OK。 面白いなんかコスチュームが売ってる店とかも結構あって、それでもまだコスチュームをどんどんコンプリートしていきたいなと。それは確かニックじゃないと取れないはずだから。さあ、今度はあっちのバイクを取りに行こうかな。ほら、あいて。今度ラグビー選手が本当強い。あれ、これそんな強くね。あ、強いかも。うわ、真っ二つ。だけど、そんなに広範囲で当たんないな。やっぱこいつだ。なんか落とした。これもギャングの指輪。ああ、やめて。いい。ジャンプ。これなんかマネキンが入るな。さあ、これを陶器のところに届けてあげる。
はい、お待ちどう。さて PP とかももらってってるけど、今スキルポイントはなし。さてこのマップにはまだもう一つある。ちょっと武器が乏しいんだよな。どっかになんかないかな。あ、ちょ、とりあえず酒いただこう。酒だ。酒と酒で酒にならないっていうね。なんでこうなる。いただいて、ウォッカ、火を吹き返す。もうビールを錬金させたらそんなことになってしまうか。ウォッカ、でここにハンドガンもある。あ、こいつはいらないや。ほいしょっと。で、裏口から向こうに向かうかな。陶器はまだ完成しないかな。壊れちゃう。さあ、武器が少ないな。ここなんか開かない。なんかないかな。知られざる物語ではセーフゾーンの武器は受け取れないから。あ、もうできた。はい、戻りまーす。はい、戻ってきました。あれ、これってスラッシャーじゃね。大したもんだ。あ、スラッシャーはじゃあこの DLC のストーリーで関わってるバイクだったんだ。ギャングどもの制圧中にスパイダーにやられちまったんだ。ちょっとばかり働いてもらうぞ。長いことこれを何度思い描いたかは知れんが、もうお前のものだ。スラッシャー、これまで何度も引き出したりしてたけど、ここでちゃんと作った。星銀着3人をどうにかしないとな。あれ、指輪結構集めたけど。一人はイングルトンのリー・アミス。マンションにもいる。特定の人物の指輪を取ってこいと。まずここ。あと、ここ、イングルトンのところ。あとはサウスアムラルムだ、ところ。OK、一番近い、じゃあ。サンセットヒルズのここの邸宅のところ。スラッシャーは使って構わんと。どうやって撃つんだったっけな。 OK、 ほらぶっ放すぜ。ノーノー、あれ。ちょっと待って待って。ゾンビブレイクも悪くねえな。あれ、待って。もうスラッシャーいいや。ちょっと、また別のところから、車行く、いつでも取れるしな。さ、トーキーの結晶を早速捨てると。さ、待ってよ。武器が何もないんだよな。どうしよう。やめて。あ、こっちか。どうしよう、武器がなんもねえや。ショットガンあった。ここにもショットガンあった。けどちょっと合成しよう。痛い、離して。ZAR。 OK。これはどっから入るんだっけな。ここから入れる。
さあ、バイカーたちの声がするぞ。ここ登れるか。登れないな。登れた。で、ここに、なんだっけこれ。フランクだ。フランクゲット。あ、で、属性ポイント獲得。隣接攻撃フロー。あと2ポイントは取っとこうかな。こちらの中にいるんだろうけど。ハンドガン。さあ、どうしようかな。どこから入ろうかな。ここ飛び越えれないか。じゃあ、あっちのコートの方から入ろう。こっちにジャンプ。あ、こっから普通に入れた。さあ、バイカーがいるな。勝負だ。ほら、ドンキじゃ勝ち目はないぞ。あ、壊れた。オッケー。もうすでに、指輪は、いろんなギャングの指輪を落としていってるけど。さあ、まだ野蛮だよ。バイカーがいる。お前にはこれだ。当たんなかった。あ、待って。バイカーは簡単に砕けない。あ、砕けた。砕けた。よし。バイカーのドンキー何かにできたかな、これ。できた。OK、スプリットショット。さあ、特定の人物はこっちにいるかな。ワインいただき。ここが開かない。裏に回ろう。あ、裏こっちか。ほんと久しぶりだからいろいろと忘れてるんだな。さあ、バイカーがいた。さあ、あいつだな。あ、こいつさっきいなかったか。おっと、さっきじゃないや。前回のスパイダーと一緒にいなかった。痛い。あ、早い。待って。うわ、痛い。けど、そんな食らわない。痛い。ちょっと、この野郎。ほら。危ない。ほら、リーチが短いぞ。痛い。危ない。X! あれ間違った。Y だった、これ。で、危ない。殴れ。殴れるものが何もないと思う。俺いただき。この野郎。待って、早いやろじゃねえ。あ、いて。死ぬ、死ぬ。この野郎、これでも暗い。お、チャンス。チャンス。ほら、あ、もう、パンチじゃなくて、もういい、もういい。これでも暗い。あっちゃあっちゃあっちゃ。おっと。回避。こいつだ。強いな。回避。殴れ、殴れっつったね。こっちに向かって走ってきてるときに殴れないな。回避。あ、回避できない。カウンター。回避、回避できない。だからカウンター。おら、
回避。おお、硬いこいつ。これだ。これでも暗い。なあ、暗いね。あおで。ちょっとこ、あいで。殴れって時にこ、オートバイエンジン投げてみようか。来んな来るな来るな。さあ来い。上がって来い。今だ。よし今です。でもこんだけか。よし倒した。さあ指輪回収。さああとこんくらいの地図だとか2人いるのか。結構強敵だな。まで。さあちょっと武器がちょっと乏しいことになってるので、じゃあちょっと今回ここまでしようかな。じゃあまたちょっと整えて次回もう一人のうちの、じゃあ今度はイングルトンのとこ行こうかな。次回イングルトンのやつのところで倒しに行きたいと思います。じゃあ今回ここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。